今日はナイトゲーム、コンディションは晴れの現地です。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあ、北澤さん、ついにグループステージが始まったわけですが、このアジアチャンピオンズリーグ、注目すべきポイントは何でしょう。やはりアジアのクラブにとっては最も権威あるタイトルですし、優勝すればアジアの代表としてクラブインターナショナルカップへの出場もありますからね、はい、アジアのフットボールのレベルも上がってきて、タイトル取るのも難しくなってきますからね、うん、面白い戦いが見れるんじゃないでしょうかね。スタートです。 AFC チャンピオンズリーググループリーグ初戦、まずは1点が欲しいところです。セーレス、右サイドを振ってホールボール、裏へ届くか、抜けてくる、激しいボールの奪い合いです。アルコマティッチ、スペースを狙う、もういいですね、アウトまで来た、やってしまった、ディフェンス陣健常してしまいました。どうしたんですかね。北澤さん、今のゴールというかプレーなんですが、いかがでしょう。まあ、形はどうあれ1点は1点でしょうね。が入りました。まあ、こういう形で先制をもらえたということは非常にラッキーですよね、はい、今日は勝てって言ってるんじゃないでしょうかね。チャンスを演出できるか、シュートレッジです、フリーだ、シュート、うわ、自分で切り込みシュートに持ち込んだんですが決まりませんでした。非常にこうアングルを見つけながらね、ボールを持ち直してシュートコースを見つけてましたよね。長いボール縦へ、ここは通しません。中央からさあ一気にカウンター、来た、シュート、どこへ、ミスる、決められてから北澤さん、またすぐでしたね。見ていてここ短時間で流れが来ますよね。このままリードまで持っていきたいですよね。これは見事なカウンターからのフィニッシュ。北澤さん、どうご覧になりますか。そうですね、得意の形でしたし、相手もついてこれなかったですからね。チームとしてのストロングポイントで奪ったゴールですからね。これは自信深まりますよね。今日のゲーム答えがさらに出てきました。失点後の気持ちの入れ替えが素晴らしく早かったですね、はい、ここからリズム良くなりそうですよね。そうですね。さあ、カウンターを仕掛けます。ロベル、もう一つ前に行きたい、絶好の位置で受ける、ここでファウルがありました。牧野、今のファウルは注意だけで済んだようですね。
ね、まだ時間があるので慎重に行きたいところですよね。もう一回ドルーズボール、ブレル、うまいですね。危ないよ、危ないよ。長いボールを送ります。このパスはキーパーへ。ハッツェ、山口、セルジ・サンペル、さあカウンタースピードを上げたいところ。最終ラインまでボールを下げる。バーン、ロベル、ダルコマティッチ、サイドのスペースへ走らせる。いいボールだ。クリアです。これはクリア。素晴らしいパス。さあどうする。パスをつなぎます。ここで収まる。これはパスだ。いいクラ、止めた。イニエスタ、イニエスタから長いボール縦へ。ダルコマティッチ、バエラ、チャンスになる。神戸、今のカウンターは危なかったですよね。いい攻撃をしていても相手チームは奪ってからのシュートまでの速さを持ってます。シュート、デセル、試合をひっくり返します。武藤、フェイントを入れてシュート、ゴールでした。ディフェンダーを揺さぶってコースを当てる。そこにスキズシュートを打ってきますからね。勝利のシュートだったんじゃないでしょうかね。素早いパスで攻め上がっていきます。バエナ、おっと、シュート、イクラのセーブ。これよく止めましたね。いやファインセーブですよね。よく止めましたね。これこの難しいボールによく触りました。このクリアボール拾いたい。激しいボールの奪い合い。さあどこに出してくる。サイドを縦に走らせます。上げる。このパスを防ぎます。とボールはルーズになります。ボヤン・クリキッチ、ここは間合いを取る。フェイントで抜き去ります。来たぞ。バエナから左サイド、おっとここでイエローが出ました。あ、おそらくこれは一つ前で起こった接触のやつじゃないでしょうかね。怒涛の攻撃。
フォーで現在リードしていますが、オンゴールがありましたね。まあ、オンゴールありましたけどね、その内容は悪くありませんが、そんなに数字なく見ておりますけどね。 AFC チャンピオンズリーググループリーグ初戦、フォーで前半で2対1、今のところ1点リードしています。では後半見ていきましょう。ダルコマティッチ、ここで前を向けるか、裏のスペースを狙う、いい展開ですね。前のボール、素晴らしいポジショニングでした。よく頭で合わせてきましたけどね。セルジ・サンペル、山口、山口パスでつないで攻め込んでいきます。フォーベ、バエナ、裏を狙っていきます。シュート、バエナ、ボヤン・クルキッチ、フリーで受ける、打った、おお、まあクリアが精一杯ですよね。縦へのボール、ウェリグトン、柔らかいボール、マキノ、これを読んでいた。山口、この試合ですでにアシストを記録しています。ボールの奪い合い、激しいものがあります。酒井、これはファールです。さあ、つながるか、クロスを入れる、ここ拾って次につなげたい。神戸、前中から左へ、酒井、ここはいいプレスで奪います。抜きに行きます。個人に見せます。ダルコマティッチ、ロベルト、さあ右へ預けて、抜けてくる、ディフェンスをもヘディング、うわ、わずかに右へそれました。ダルコマティッチ、チームのキャプテンです。マキノから大きく縦へ、セルジ・サンペル、交代枠を2つ残しています。バエナ、スルーパスを出す、いいボールですね。ここでワンツーを見せる、強さありますよね。中上げる、シュート、いいクラッチ、今の形すごく良かったですよね。これを繰り返せばいいと思いますね。はい、積極的に行きたいですね。演出できるか、大迫、神戸ボール、サブスタチューションズテイキングプレイス、さあ再び選手の交代です。このクリアボール、次へつなげたい。ここで丁寧にコントロール、来た、ミドル、防いだ、これを拾いたい。ここで引き離せばもう勝負決まったようなものですからね。
大きく縦へ、バエナ、ロベルト、アーチのようなパス、ちょっと上がってましたかね。でもまだ時間ありますから分かりませんよね。大崎、ここでファウルがありました。イエローカード、コーレ、今のでイエローカード2枚目となりました。もったいなかったですね。本当最後まで諦めてませんよね。届くか、クリア。このピンチをなんとか出します。この後ですよね。しっかりと切り替えたいところですよね。ロングフィードで狙う、もう一度奪ってカウンターを狙うしかないでしょうね。前線からプレッシャーかけたいところですよね。ここはキーパー処理しました。神戸としてはこのまま終わりたいですよね。そうですね、あとはタイムエンドのホイッスルを待つだけですね。レフリー試合終了のホイッスル、2対1、神戸初戦を見事制し、上々の滑り出しを見せました。この初戦を勝ったことが第一歩である。その歩幅は大きなものでもあります。